Let's rock. 負ければ負けるほど強くなる。こんな感じですね。さあ小川諸行対 FOB 小勝利。さあ東進力としては佐古さんの座標と対戦いたしました FOB さんの小勝利です。ホタテ対決を制したのは FOB さんでしたが、今度は小川佐藤です。さあ回るしゃがみくらい、これはまずい。前でよろけて、なんかめちゃくちゃだ、すごい。分身はまだ生きている。そして分身犠牲 2S ハイスラドリル、前に来る FAB ボショルキン、プレッシャーが掃除。よっとマジか、ギャラリーを捉えて、さあバースト、このバーストが小川先生の弱点でもあります。青バーストが使いたくない。デッドマンズハンド、そこに2ハイスラ。デッドマンズハンドを破壊しようとした相手に、その分身を破壊しているヒットストップ中に本体の2ハイスラをカウンターヒットで当てようという連携ですね。恐ろしい。ハムホール、エンゲスヒート、エクステンド。さあここフェミさんのスライヘッドは起き上がり重ねるのではなく、起き上がった後のバックステップの硬直だったり、ジャンプの硬直に合わせるようなスライドヘッドの打ち方になっている気がしますね。さあ横を出すと、おっとバースト一瞬当たらないんじゃないかなとヒヤリとしましたが、ここは当たっています。投げを決めてダメージを、うおお互いの反応素晴らしい。黄色キャスがマイティーダイク、画面足を吹っ飛ばして回る。分身は生きているんです。画面中央どこにいる分身、あーガーフ、なんという能力差やばすぎる。さあ飛んできる、追いかける、そこでゲージを入ってしまいましたが、小川佐藤がここで召喚、スライドヘッドをうまく刺す。あーと危ない、どこにいる、どこにいる追いかけられて、まだ分身ゲージは生きている。空中投げ、鉄を投げて打ち足、 KPS からダッシュ 2S、 ダムのが出なかったっぽい。いや足払いか、これ 2S ですね。だったのは違う、 2S 差し合い